上が今回の番組内容でした。それでは次回5月8日火曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。町の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。各総合支所から地域の魅力やイベント情報、また地域で活躍する団体や個人の取り組みなどについてシリーズでお伝えする新コーナー、9つの宝箱。初回は唐洲総合支所から唐洲海岸をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは今月の納付のお知らせです。今月は軽自動車税の納期月です。お忘れなくお納めください。5月19日土曜日午前10時から大門大通り商店街アーケード内で津市物産祭りが開かれます。津市の食品、メーカー、農林水産物、地酒や工芸品などを一堂に集め販売紹介します。物産観光交流コーナーとして伊勢市、松阪市、名張市、伊賀市のほか県外の物産品も販売されます。また販売展示以外にも津市の物産などが当たるビンゴゲーム大会や郷土芸能をはじめとするステージアトラクションのほか、体験コーナーや振る舞い鍋など盛りだくさんの催しが行われます。皆さんぜひお出かけください。この後は市役所からのお知らせをお伝えし、ザ・メイキングはお休みさせていただきます。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。この街で暮らす